ドローンリーマンですね、はい、負けが組んでます。勝ったのが1回、負けたのが3回、暴力を使ったのが1回。これさ、バイオレンスって、バイオレンスは何、勝ちなの負けなのよく分からんけど、じゃあ2勝3敗ってことでね、はい、結構トントンですね。今回はね、犬の方が猫より魅力的っていうね、議論をしていきますよ。難しい猫の話もね、見ていこうか。はい、ロンリーマンは言いましたよ、犬の方が猫より魅力的である。なるほど、君の主張を聞こう。なぜだい？3つあるね。一番上、犬は頭がいい。まあ僕は否定しないよ、根拠ないけど。まあなんか犬の方が可愛い、主観だね。猫の方が可愛い人もいるよ、可愛い思う人もいるよ。下、犬は飼い主に忠実だ。あのね、犬の方が忠実なんだよね。どうなんだろうね、頭の良さ、忠実さ、どっちを魅力的に感じるかっていう話だね。まあどうなんだろうね、どうなんだろうね、まあ、例外はいるんだけどね。そうだね、魅力的なんでしょ。まあ可愛い、どうだろうか、頭がいいが魅力的かな。うん、お、なんか来たぞこれ、なんだこれ。なるほど、君の発言を論理的に解釈して整理しよう。君は動物は頭が良ければ良いほど魅力的であると考えてる、間違いないかい？そうではないよね、部分だよね。魅力はあるんだけど、その中でも頭がいいという方向性で好き、いや魅力的だと思うわけであって、魅力的で頭が良ければ全て魅力的であるという考えではないよね。違うんだけど、違うっていうか、私の解釈が間違ってたようだ、すまない、どうか間違ってたいたんだい。上、夫婦引っかかったな、思ったことは何も間違っていない、無駄なことをするなよ。一番下、犬の方が頭がいいっていうのは犬の方が魅力的であるという主張を支える要素の一つでしかない、僕言ったことですね、これね。魅力的っていうのはいろんな魅力があって、その中でも頭がいいっていう要素があり、他にも、それは知的である、あ、知的同じこと言ってんじゃん、まあ中立であるっていうのもあるだろうし、なんだ、なんだ他には魅力的、なんだろうね、まあ寄ってきてくれるとかさ、まあいろいろあるわけですよね。だからまあ一番下だろうね、はい、え、なるほど、だからだからっていうことダメじゃん。え、いやだからって自分の発言の意味を理解できないのかと。発言の意味を理解できない以上、君は論理を構成できない、あくまで論理もどきを行動として発生中だけだ、そんなもんで諦めを成り立たない。そうなの、え、待ってだからね、じゃあ僕できないのかな、論理の構成。え、犬は魅力的だから、いや、みんな頭が魅力的であると。だけどそれは一部であって全部じゃないよって言ってるんでしょ。どうなんでしょうね、遠しかったかな、やっぱ論理にね。負けましたね。じゃあね、ちょっといろいろ見てみたいんだけど、遠しかったかな。魅力ってさ、一つじゃないよねっていう、その中の一つの、何だったっけ、なんでだろう、これ さっき賢いって言ったの、なんか賢いっていうのだけで議論するわけじゃないよね。で僕はね、犬と猫だったらね、魅力的なのはね、どっちもねえな、言うほど魅力ねえな。でもないけど、人どっちかって言ったらな、犬じゃね、あ、猫かな、猫だな、わかんねえけど、なんか猫の方がなんか三味線の皮に使えてたり、肉もうまいんじゃないかな、猫の方が、わかんないけど、美味しい方が魅力的です。だから実用的な方が、愛玩動物としてね、動物を飼うのがね、僕間違ってると思うんですよね、動物死ぬし、いや間違ってるっていうかね、僕は好きじゃないんですよね。それよりは実用的っていうかさ、食って美味しいとか皮にしたらすごいいいとかさ、そういう観点で僕は魅力的だと思うので、なので、実用的な価値があった方が魅力的ですというね、結論になります。皆さんはどうなんでしょうね。